こんにちは、もんぺです。今日は川崎競馬場にやってきました。ちょっと平日なんですけれども、お休みを取れたので事前に予約をして川崎競馬場にやってきました。まあお昼の14時ぐらいに着いたんですけれども、まあそこそこ並んでまして、まあでもね、その中には特におじいちゃんが多かったんですけれども、事前予約っていうのをしてなくてですね、いやしてると思うけどなとか、いや何言ってんだか聞こえないとかってとぼけてるおじいちゃんも結構いてですね、ちょっと入場するときに混乱が生じていました。ちょっとね、今回の事前予約もアプリを入れて、そこから川崎競馬場を検索して予約をするっていう方法になるんですよね。まあ1日1000人までっていう形でですね、予約できるようなシステムなんですけれども、まあコロナとかが流行ってきているので、なんか多分1000人いかないまででですね、ちょっと募集を停止したような感じでした。あと今日は川崎競馬所属の女性ジョッキーがデビューした日でした。神尾霞さんっていう女性騎手が誕生しました。ちょっとね、定かではないんですが、お客さんの中にこの神尾さんのおじいちゃんとおばあちゃんが来てたような光景を耳にしました。いや、なんか警備員さんと話している中で、実は孫なんですよなんていうようなお話がちらっと写真を撮ってると聞こえてきました。いやー、孫が騎手デビューってどんな気分なんでしょうね。いやすごいですね。まあ、ちょっと今日は勝てなかったんですけれども、まあ、結構逃げたりですね、頑張ったんですけれども、ちょっとまだもう地方のね、百戦錬磨の騎手たちの中ではまだ存在感が示せれなかった形となりました。まあ、これからね、どんどん上手になって、まあ地方の中でもですね、木の前さんとか女性騎手でも一戦で活躍する騎手さんいますから、どんどん上手くなって頑張ってほしいですね。うん。で、まあちょっとセレモニーもありまして、まあこれからですね、頑張っていくぞみたいなお話をされていました。まあなんか川崎競馬場が初めて競馬を見に行った場所ということで所属したということらしいです。おじいちゃんとかおばあちゃんと一緒に来てたんですかね。かわいいですね。まあちょっとね、まだ大馬さんのパワーを拒しきれてないっていう状況でしたかね。結構ね、成績のいい馬今日集まったんですけれども、ちょっと本人にしても多分まだ不本意な結果だったんじゃないかなと思います。結構前走2着とかね、3着とか掲示板に入っている馬さん集まっていたんですけどね。あとね、容赦ないっすね、先輩方。もう逃げようと思ったらもう一緒に絶対羽を譲らないっていう酒井誠二騎手とかね、もうすげえなって思いましたね、いろんな意味で。まあね、地方競馬はいろいろ言われてますけど、まあこの件に関してはフェアに戦ったということですかね。ではでは、そろそろ川崎競馬場グルメに入っていきたいと思います。ただね、グルメって言っても、まあやっぱり全部のお店が開いてるわけではありませんでした。このですね、美味しいもつ煮屋さんとかも閉まってましたし、ちょっと別のフロアになるんですけれども、タンメン屋さんとかね、そっちの方も閉まってました。ちょっと残念ですね。ちょっと写真なかったんですけれども、ごめんなさい。で、まあなんといってもね、ここよ、ここ。コロッケとかメンチカツとかチキンカツとかを手作りで作って販売していたここの売店が閉まっていたのがですね、本当に残念でした。いやー、ここのね、コロッケとか本当に楽しみなんですけれども、残念です。ただ、まあ、ちょっと馬王さんの方でコロッケとかメンチカツチキンカツ売ってたので、多分ここのがベースなんじゃないかなと思ってます。まあそれは後ほど紹介したいと思います。はい、まずはじめに食べたのが餃子ラーメン坊さんにしました。まあ、ここはもともとラーメンと餃子しかなかったんですけれども、店主が
お客さんのリクエストに応えながら、また中華街等々で修行をして、いろんな種類が食べれる中華レストランになったそうです。まあ、今回は餃子ラーメン坊さんなので餃子を頼んでみました。はい、これが餃子ラーメン坊さんの餃子です。一皿450円で小ぶりの餃子でしたね。まあ、ただニンニクはガツンと効いてますね。で、醤油とラー油とお酢と胡椒があるので自分なりの餃子ダレを作ることができます。で、まあ川崎餃子って言われているカテゴリーになるらしいです。まあ川崎に来ているのでね、川崎餃子っていうのも良いと思います。まあ今回はもっと他にもいろいろ食べなければならなかったので餃子だけにしましたけれども、もうね、定食一通りあります。ニラレバ炒めとかね、エビチリとか麻婆豆腐、チャーハン、天津飯、もう一通りありますので、まあ、ここでねお腹いっぱいに食べていただいても全然問題ないと思います。まあ、ただね、デートでは餃子は厳しいかなと思います。まあベテランカップルさんとか夫婦とかであれば問題ないとは思いますけれども、なかなか初デートとかではやめといた方がいいと思います。はい、次に来たのはこちらの食堂です。読み方は三木食堂でいいのかな、三木なのかな、まあ、三好っていう名前だといっぱいあるから多分三好ではないと思うんですけれども、ちょっとこちらはですね、まあ、もつ煮込みとか、あとはなんか明太子とかやっことかですね、まあ、いわゆる雑食堂っていうところになります。今回は煮込みを単品で食べてみました。ここのもつ煮は濃い味で、もう油もですねたっぷり残っているもつでしたね。もう白米とかビールを飲みたくなるもつ煮です。で、川崎競馬場は一応ですね生ビールとかアルコール類も置いてます、買えますので、まあこれをですねつまみながらビールを飲んでみても良いかもしれません。あと窓側の席もあってですね、食べながら競馬を観戦するっていうことも可能です。本当にね、おネギと一味唐辛子とのですね組み合わせ最高です。うまいです。ぜひご堪能くださいませ。はい、そして最後に紹介したいのが馬王さんと読むんでしょうか、馬王さんって読むんでしょうか、こちらのお店を紹介したいと思います。で、ここでは食いまくりました、頑張りました。7時の閉店まで断続的に食べ続けました。なので、まあ主なメニューは紹介できたのかなと思います。どうぞご覧ください。まず食べたのが、もう川崎競馬場ではすっかり有名になった激辛の焼きそばです。まあ、辛さの種類はいわゆる胡椒の辛さです。胡椒の辛い焼きそばですね。まあ、独特ですよね、ここの辛さ。なんかね、ソースとか、あるいはマスタードとか唐辛子とかの辛さじゃなくて胡椒の辛さです。まあ、これもねビールを飲ませる焼きそばですよね。まあ川崎行って麺類がうまいんですよね。本当はねタンメンとかも食べたかったんですが空いてなくてですね、残念です。まあ、これはね余裕、お腹に余裕があれば食べていただきたい焼きそばです。続きましてコロッケです。コロッケ屋さんのコロッケが買えなかったんですが、この馬王さん、馬王さんで買うことができました。味も似てると思いますね。これも胡椒の効いたコロッケで非常に美味しいです。試してみてください。あとミンチカツとかチキンカツもありますので、コロッケがどうかなっていう方にはこちらを試してみてください。まあ、いずれにしても揚げ物ですけれどもね、これは大判焼きという食べ物です。いわゆるはんぺん、さつま揚げみたいなお味ですね。野菜も中に入っていて、これもうまいんですよね。
ちょっと揚げ物が苦手だなっていう方はこちらを食べてみるとですね、まあこれも揚げてるものを焼いてるっていう形にはなるんですけれども、まあカツみたいに脂っこくはないのでぜひお試しください。醤油とかもお好みで塗ってくれます。これも美味しいです。駆け足になりましたが、これで川崎競馬場のグルメのレポートを終わりにしたいと思います。神尾さんもね、頑張ってほしいですね。ではでは、またよかったら見てください。またね。